397キロで、今筋トレが終わって、今日は親子丼いっぱい作ってきました。見てこれ、やばいっしょ。食えるかなって感じなんやけど、総重量 3.99 かな。卵が5個で、で、何やったっけな、玉ねぎが6個で、三つ葉が1本で、まあ、ご飯1杯。うん。って感じで、もう、何やろ、うん。夢やね、夢。で、ちょうどほんと、筋トレ2時間ぐらいやったんで、食べていこうと思います。いただきます。やばいっしょ。こんな食えるかなって感じないけど、やば。筋トレ後の飯ってうまいな、最高。ほんと、じゃあいただきます。見えるかな。うまっ、親子丼うまっ。我ながらうまい。たまらんな。うん。幸せ。親子丼とか。ずっと胸肉使ってたんですけど、やっぱ桃やね。桃が一番うまい。うまっ。って感じで、ちょっとどんどん食べていきます。うん、うまい。全部筋肉にいってる気がする。そこがいいんですよね、筋トレの。終わってからまた筋トレしよう。うん、うまい。ちょっと味変。
そばのやつ。てかこれ大体米3合ちょっとあるんですけど、なんやろ、以前2年前ぐらいかな、1年半か2年前ぐらいは3合とか余裕やったんですけど、だんだん食えなくなってきた。まずい。夏に向けて頑張らんと。うまい。うん、お腹いっぱい。まあ多分これ実質薄さの重さ抜いたら 2.5 ぐらいなんですけど、 2.5 か 2.3 ぐらいか。一食では食べれませんでした。ごめんなさい、ちょっと汚いんですけど、ちょっと見せるね、軽くこんだけ。まあ大体あと一口やね。でもね、この貴重な食材、美味しい食材は、今日トレーニングまたするんで、トレーニング終わってから必ず食べます。いや、我ながら久しぶりに親子丼作ったんですけど、めっちゃうまくできた。最高で、まあどうでもいい話なんですけど、昨日ね、あの前の職場の人の誕生日で、誕生日やったんですよ。で、LINE 送ったらめっちゃ喜んでくれやて、それだけで嬉しいよね。うん、最高。はあ、眠たくなってきた。